NHK 大河ドラマ青天を衝けに重要な役どころで出演している俳優の玉木宏さん、どこから見ても 100% イケメンの、おまけに声までいいわけですから、世の女性のハートをぶち抜かないわけがありませんよね。ですから結婚報告の時には各地で世の女性たちから血を這うようなため息が聞こえたとか、そんな玉木宏さんですが、意外にもプライベートはあまり知られていません。気になったので調べてみることに。玉木宏さん、1980年生まれの41歳、愛知県名古屋市に生まれ、母親と6つ下の妹の3人家族。芸能界入りのきっかけは名古屋の栄地下で所属事務所社長にスカウトされたこと。母子家庭で家計のために高校時代もほぼバイトばかりで、高校卒業後にやっと上京。1998年ドラマ切ないでデビューはするものの、オーディションにはことごとく落ち続け、複数のバイトを掛け持ちして生活と仕送りをしていたのだとか。2001年映画ウォーターボーイズで世間からの注目を集めて、2003年 NHK 朝ドラ心でやっとバイト生活から脱出したとか。玉木宏さんといえば、なんといっても2006年ドラマのダムカンタービレの千秋真一役で一躍大ブレイク。エランドール賞新人賞も受賞し、2015年 NHK 朝ドラ朝が来たの主人公の夫役で評価が急上昇。ドラマや映画、CM ばかりでなく、歌手としてもライブを行い、自身の撮影した写真展も開催と、引っ張りだこの人気のさなか、2018年に突如入籍を発表。お相手はというと、女優の木南晴夏さん。二人の交際のきっかけは、2017年ドラマ女の勲章での共演だとか。パンシェルジュ検定2級を持つほどのパン大好き女優の木南晴夏さん。芸能界入りのきっかけは、2001年ホリプロのオーディションでグランプリを獲得したこと。高校は兵庫県でも有数の進学校の偏差値も66のひばりが丘学園高校で、同級生に女優の相武咲さんがいるとか。途中で東京の高校に転入も、大学は國學院大学を卒業されています。また英語と韓国語が使えるらしく、やはり地頭はかなりいいようです。木南晴夏さんの代表作といえば、2009年映画20世紀少年のヒロインの友達の小泉今日子として、原作漫画のキャラクター通りだと結構コアな評価をされています。どちらかといえば主演タイプではなく、バイプレイヤーでの出演が多い女優さんです。結構出てますが、印象が薄いのか、それだけに結婚発表の際は世の玉木宏ファンは度肝を抜かれたばかりか、木南晴夏って誰と早速ググり出す始末。それもそのはず、過去の玉木宏さんの女性遍歴は、深田恭子さん、加藤ローサさん、島谷ひとみさん、吉高由里子さん、菅野美穂さん、黒木メイサさんという主役級のそうそうたる美人女優さんばかり。世の男性は玉木さんのことを羨望の眼差しで見つめるのも無理はないラインナップですよね。それにしても聞き捨てならないのは、木南さんに落ち着いたのには実はとんでもない理由があったからなのだと言います。一体それは何なのか、さらに調べてみると、とある情報では、玉木宏さん以前結婚寸前まで行った彼女がいたんだとか。その人は学習院大卒の資産家令嬢で、玉木さんが母と妹と同居するために建てた2億円もの豪邸で半同棲生活を送っていたそうですが、すでに式場も決め、関係者に披露宴の案内状送付も
済ませていたにもかかわらず、破談になっているのです。なぜそうなったのかというと、これには玉木家のある事情が大きく影を落としていたといいます。玉木宏さんには6つ下の妹さんがいますが、生まれつき体が弱かったようで、入退院を繰り返していたそうですから、介護も必要なことが多かったはずで、その上、母子家庭でもあったため、まさに父親代わりでもあったのだとか。そんな玉木さんのことを、妹さんは心底頼り切っていたとしても、何の不思議もありません。ですから玉木さんは結婚後も、家族4人で住もうと思ってたようですが、彼女がそれを嫌がった上に、妹さんも彼女を受け入れられなくなり、折り合いがつかなくなったことで、破談となってしまったらしいです。自分にしか2人を守れない。そう思ったに違いありません。そんな妹さんや母親思いの玉木宏さん。結婚相手に求める厳しすぎる、なきゃ嫌な3か条というものがあったそうです。黒いボンデージファッションが似合う人じゃなきゃ嫌、平屋に暮らしてくれなきゃ嫌、北海道に住んでくれなきゃ嫌、なかなか具体的すぎる上に独特すぎる感も否めませんが、この条件をきっちりクリアしたのが木南晴香さんなのでしょうか。ですが、よくよく見てみると、平屋に住むということの真意は、やはり体の弱い妹さんのことが容易に確認できるようにしたいからということなのではないでしょうか。これも幼い頃から父親代わりをしてきた玉木さんの生い立ちがそう言わせたのではないでしょうか。玉木さんに似てかなり美人だという母親、そして厳しい母親だったそうですが、なぜ離婚してしまったのでしょう。ある情報によれば、妹さんが病弱で状態が悪かったことが少なからず夫婦仲に影響したのではという話もありますが、もちろん妹さんに責任はありません。父親との思い出を語らない玉木宏さんですが、わずかにこんな思い出を吐露しています。小学校4年生の時、月のお小遣いが500円で、ファーストフード店でフライドチキンが発売になって、2ヶ月分のお小遣いを握りしめて家族4人分のチキンを買いに行ったことは今でも記憶に残っていますと、家族団らんの楽しいひとときを心から望んでいたんですね。最後の家族4人の良き思い出なのかもしれません。2020年には第一子が誕生し、家族がもう一人増えた玉木宏さん。今では父親のことも許せるようになったのではないでしょうか。そして気になる妹さんに関しても、現在ではザ・ブルーコーナーという小さなソフトクリーム店を経営しているという情報もあります。もちろん兄の玉木宏さんが開店をサポート。なんと1台500万円もするイタリア製の機械を手配したそうで、妹の夢を叶えることができてほっとしているのではないでしょうか。玉木宏さん、見た目はかっこいいのですが、どこかしら影を感じたのには一言では済まない、そんな事情があったのかと思ったと同時に、男気があって人情にあふれる頼れる男だったことにとても感動してしまいました。これからもご家族を大事に、ご活躍を陰ながら応援しています。